ハッセル島の小さな村落ハッセル境界ラング島のフレーネスを通る道路ハッセルはノルウェーのヌールラン県にある自治体ベステローデン諸島の一部からなる行政の中心地はストクマルクネス村だが他にもハッセル島にメルブという村落がある1838年1月1日に設立され1841年にはソルトランが分離した ベステローデン地域の最南端に位置するハッセルは、ハッセル島、金島、ラング島、オーストボーグ島の4島からなるが、人口の7割は、ハッセル島に集中している。ハッセル島とラング島は、ハッセル橋によってつながっている。ストクマルクネス村には、空港もあり、年間10万人もの利用者数を誇る、拠点空港になっている。もともとは京区だった、この自治体は、 この地に最初に教会が建てられた時から、あるハッセル農場にちなみ名付けられた。最初の部分は、高く切り立った崖という意味のホフィーの属格で、最後のセグルは、ほを意味する。現在の紋章は1976年3月11日に国王の認可を得た。描かれた4つの金色の輪は、ハッセルを構成する4頭を表している。ありがとうございます。